比べるとちょっとねやっぱり画面表示が大きいんですよ。でまあ週に1回1時間充電すればいいかなと、非常にですねバッテリーの持ちはいいです。皆さんこんにちは、戸田悟です。今回はですね OPPO から出ました、スマートウォッチというか、スマートバンドというかですね、OPPO バンド2をですねレビューしたいと思います。手頃な価格でもちろん時計としても使えますし、アクティビティモニターまたはね睡眠のデータ計測にも利用できます。なかなかおすすめのモデルとなってますよ。詳しく紹介していきます。今回は OPPO バンド2というですね新しい、スマートウォッチとアクティビティモニター、いわゆるバンドですね、紹介していきたいと思うんですけれども、価格がすごいんですよ。この動画を撮ってるタイミングでは6936円。まあね、こういういわゆるスマートウォッチはアップルウォッチでなんか勝負あった、あとガーミンとかも人気かな、あの感がありますけれども、こういったですねいわゆる手頃な価格で買える、いわゆるアクティビティモニターに近いようなものはですね、いろいろと出てきていて、ここは競争が激しくてむちゃくちゃ安いんですよね。ということでちょっとねまずはね中を開けて紹介していきたいと思いますが、こちらもねとっても注目の製品となっております。はい、実はですねカラーが2色あって、実は僕1個もうつけてます。はい、カラーが2色ありまして、黒はですねバンドが黒で、この部分がですね本体の部分がガンメタのような色で、こちら水色と白のバンドの方はこの本体がシルバーになってますね。まあどちらもね男女どちらつけてもいいと思うんですが、僕は意外にねこちらが好きかな。で今はねこちらをつけていろいろとね、テストをしていますが、価格は一緒、6936円です。ちょっとね気になる重量を測ってみましょう。はい、それでは重量を測ってみますね。はい、33g ですね。こっちの色違いも測ってみましょうか。もちろんバンド込みの重量ですけれども 33g 一緒ですね。でちょっとですねこちらも大人気のシャオミも測ってみますが、 25g、 8g ぐらい違うんですが、手につけて重量の差を感じるほどの、違いはないと思います。左側がですね大人気のシャオミのミーバンドですね、僕もレビューしてますけれども、に比べるとちょっとねやっぱり画面表示が大きいんですよ。で 1.57 インチあります。でこのタイプの方が運動している時には手につけていて違和感ないですよね。で今回紹介する OPPO バンド2の方がちょっとね時計っぽい感じ、ただ見てわかる通り表示できる情報量が桁違いに多いので、スマートウォッチとして使うなら今回のね OPPO バンド2の方が向いていると思います。価格差はねそんなにない、どっちにしろ4000、5000、6000みたいな世界なんで、そんなにない。どっちが好みかで選ぶ。ちょっと高いですけどね。OPPO バンド2の方が。はい。個人的には、運動するんだったらこっちの方がいいかな。でも日常的につけて、例えばね、個人的には、例えば、ジョギングをしたり、自転車に乗ったりという運動だけだったらこっちの小さい方が好みです。ただ、日常的に毎日つけて、いろいろ計測する。さらに、時計としても使う。で、その上運動にも使うっていうマルチな使い方だったら、僕は OPPO バンド2のスタイルの方が使い勝手がねいいと思います。時間見るだけでもやっぱり全然サイズ感が違うので、はい、こちらの方がね情報としても見やすいですね。で気になる駆動時間なんですが、カタログ値ではですね軽度の使用だと2週間、14日間ですね、中程度の使用だと10日間、重度の使用だと5日間ってよく分かりませんけれども、個人的に使った感じでは、1週間はね、十分に僕の使い方だといけると思いました。十分ですよね、これだけ使えれば。はい、充電は付属のこのケーブルを使います。タイプ A とこちらがマグネットになってまして、本体の後ろにこの部分をこうつけてね、充電します。こういうのね、スマートウォッチというかこういうアクティビティモニターはこういうタイプは多いですよね。はい、一般的だと思います。ケーブルは当然付属してます。ただし充電器はついてないので自分で用意する必要があります。1時間の充電でフル充電、1時間でフル充電できます。で5分の充電で最長24時間使えるってことなんで、週に1回1時間充電すればいいかなといった感じで、非常にですねバッテリーの持ちはいいです。でこのね気になるディスプレイなんですが、こちらね大画面でいいんですけれども、はい、こちらがですね有機 EL です。はい、500ニット、非常に明るいですね。今一番明るくしています。はい、で色域も広くてくっきり見やすいですよね。特にねこの足のマークと小さい数字歩数がこれ今出てるじゃないですか。あとバッテリーの容量とか出てますけど、非常にねやっぱり明るくて見やすいです。はい、で各種設定がありますけれども、まず僕はですねこれスリープモードをオンにして、
いろいろとね、寝てる時間の計測もちょっと試してみました。これ後で紹介しますが、画面の表示もですね、これね、傾けてオン、これもね、オンにしておくと普段は消えているけれども時間を見るときだけねオンになります。ということでちょっと手にねつけてみます。はい、こんな感じですね。もう一回やってみましょうか。はい、こんな感じ。実用上はもう何の不自由もないですよね。はい、で今僕はこの画面を使ってますが、ウォッチフェイスは変えられるのでそこは後で紹介しますが、ここでね見ていただきたいのはやっぱりね、この画面で時間に加え歩数、バッテリー、それからね、運動とかいろいろなね情報が表示できることですよね。でただはい、これねアクティビティなんかもこうやってね非常にねカラフルで見やすいんですけれども、このね画面だとここからねアクセスできないんですよ。これタップして、例えばねこれ心拍のところタップすれば心拍いければいいんですが、ちょっとそれはできないんですよ。なんかねちょっとその辺がこのウォッチフェイスからの飛ぶことができないっていうのがちょっと個人的にはね残念かなと思いました。はい、で血中酸素レベルと心拍数を測ることができます。ちょっと心拍測ってみますね。はい、今85と出ました。ちょっと撮影して緊張してるのかな、まあ大体こんな感じかと思います。はい、でこちらがですね今いわゆるワークアウトですね。こちらも種類が多くてですね100種類以上のスポーツモードに対応しているとのことです。さらに独自のプロテニスモードというのを搭載してまして、まあねちょっと僕テニスに詳しくないんですけど、スイングスピードとかねショットの種類の認識とかができるそうです。テニス好きな方にはねいいのではないでしょうか。はい、今ですねスマホとペアリングしてみました。今回はね、スマホ、OPPO のスマホを使ってますが、 Android スマートフォンなら普通にね、ペアリングできますし、 iPhone でも利用可能です。でアプリを開きました。まずですねこちら文字盤ですね、さっき紹介しました。まあたくさんね文字盤あるので、こういうねデザインされたのも結構いいですよね。はい、これねちょっと設定してみましょうか。はい、これで、はい、文字盤来ました。結構ねおしゃれだよね。うん、やっぱりねこういう細かい完全スポーツ用のとはちょっと違うおしゃれ感があります。はい、でちょっとさっきの文字盤にね、あこれか、はい、さっきの文字盤に戻して使ってきます。こんなレスポンスよく利用できます。でこちらヘルスケアですね。これ歩数とかカロリー、心拍、その他もろもろ出ますけれども、はい、こちらがですねちょっとね僕ね睡眠のデータも取ってました。これね睡眠なんですけど、実はちょっと前に取ったんでね、はい、毎日は取ってないんですね。この日こんな感じでね取れます。はい、7時間9分とかね、深い睡眠浅い睡眠みたいな、この日もね取ってますけども、この時は6時間56分ですか。はい、実はねこれ寝る前に目をつぶる前に実はベッドでおとなしくしてた時間とかもやっぱり計測されてる。まあまあこんなもんですね。でこういう形でずっとつけっぱなしにして、歩数もですねこんな感じでね、ちょっと日によってだいぶ違いますけれども取ってみました。こんな感じでね9000歩とか3000歩とか、はい、で睡眠も取った日もありますし、カロリーもねこうやって消費出るので、あまり気にせずつけといて、まあそんなにね、重くもないし大きくもないので、キーボード叩くときにこれいいんですよ。やっぱり細いのでね、ここは薄いので、はい、キーボード叩くときにアップルウォッチだと、僕ウルトラ使ってるんですが、ここがねもう気になっちゃうんですが、柔らかい素材で薄いので気にならなくていいです。日常的にずっとつけっぱにして、まあ健康のね状況を測るという使い方にはとてもいいのではないかなと思いました。ということで OPPO のバンド2をですねレビューしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。僕はですねかなり気に入りました。まあやっぱりね値段が安いっていうのはね最高にいいポイントですよね。何しろですねこれ6936円ですから、人にプレゼントするのにも結構いいじゃないですか。画質がいいので6000円7000円の製品って感じしないですよ。見ててもかなり満足できます。で時計としてもね十分に活用できると思いますし、さっきね紹介したような おしゃれなねウォッチフェイスも利用できるのでいいと思います。心拍も測れますし、普通のね運動でしたらもう文句なし、十分測れると思います。一般的にはこれぐらいでいいと思います。あとはファッション性を追求してアップルウォッチを買うかどうかといった感じですね。ということで今回は僕は70点と高評価したいと思います。まあもっと高くてもいいかもしれないんですが、まあね、さらに安くなってほしいなと思いつつ、この点数をつけました。5908円だったらもう80点超えてくるかなと思います。
以上、OPPO バンド2紹介しました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お待ちしております。さらにですね、メンバーシップもスタートしております。こちらのメンバーシップに加入していただくと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待いたします。戸田悟ファンクラブでは、毎月ですね、いろいろな商品をプレゼント抽選でね、しております。パソコン、モニター、充電器とかですね、モバイルバッテリーとか、まあ、その月によって変わりますけれども、楽しいのでぜひご参加ください。お待ちしております。さらにですね、3つ目のチャンネルもできてます。こちらはですね、Chromebook チャンネルですね。Chromebook 入門の方、ぜひご覧ください。以前よりやっている2つ目のチャンネルもよろしくお願いします。こちら、戸田悟ビズビジネスセミナーですね。こちらもぜひご覧ください。お待ちしております。